ジェイアドラーは、ドイツ海軍の水雷艇。1923型。1925年10月5日帰港。1926年7月15日浸水。1927年3月15日収益。スペイン内戦中の1937年5月31日、総甲艦ドイッチュラントに対する爆撃の報復として、総甲艦アドミラルシェア。 水雷艇アルバトロスと共に、スペインのアルメニアを砲撃した。第二次世界大戦海戦後北海での、機雷不設などに従事する。1940年4月ベーゼル演習作戦に、クリスチャンさん、アーレンダール攻略部隊として参加。その後フランスへ進出、機雷不設などに従事。1940年10月11日、イギリス沿岸の海上交通妨害を目的として、 第五水雷隊はシェルブールから出撃。11日から12日の夜に、第五水雷隊は武装と、ローラーリストロック、ワーウィックディッピングと自由フランスの苦戦艇 CH-6、CH-7 を撃沈した。キロ、ワイト島南南西沖で、イギリス第五駆逐隊と遭遇し、追撃を受けるが、振り切ってシェルブールに帰島した。 1942年2月セルベルス作戦参加。3月13日、ファルケ、コンドル、イルティス、ヤグアーなどと共に大西洋へ出撃する仮想巡洋艦、ミヒエルの護衛として出撃。イギリスの MTB や駆逐艦と交戦。5月12日、ファルケ、コンドル、イルティスと共に仮想巡洋艦シティアを護衛して出撃。13日ドーバー海峡で、 イギリスの MTB の攻撃を受け沈没。ありがとうございます。